大手川は京都府宮津市を流れる二級河川。大手川水系の本流である。流路町は約1 0トル、流域面積は27.6平方キロメートル。ほぼ南から北に向かって流れて日本海に注ぐ。直線上の宮津谷を形成し、下流域には宮津市街地が発達している。丹後半島東側の付け根に位置する京都府宮津市、小谷橋を発して、 北に流れる。源流は広島峠に近い。上流部、中流部では流域を京都単語鉄道偶複線が走っている。中流部の流域には水田が広がっており、宮津市今福で今福川を集める。山陰近畿自動車道が大手川を垂直に越えると、京都府立宮津高等学校の近くで滝馬川を集める。 滝馬川の上流部には幅約20メートル、高さ約40メートルの金引きの滝があり、日本の滝100選に選定されている。過酷に沿って、京都単語鉄道群豊線や京都府道9号、綾部大江宮津線が走っている。京都単語鉄道を越えると、宮津市街地に入る。下流部の沿岸には、宮津市立宮津小学校、宮津市役所、宮津簡易裁判所、 旧宮津市立図書館、宮津市立、前置記念文庫などがある。川口部の埋め立て地には、宮津海館や宮津歴史の館があり、これらの施設の東側で、日本海の宮津湾に注いでいる。大手川と宮津城の大手門近世以前には、宮津川と呼ばれていた上に、流路も現在とは異なっていた。近世以前には滝馬川との合流点近くにある。 長まで素行が可能だった近世の大手川川口部には宮津城が築かれた。宮津城は大手川の東岸に位置しており、大手川は天然の外堀の役目を果たしていた。江戸時代には軽口橋付近まで通船が可能だったが、1907年の水害以後には土砂の堆積によって小舟の底もままならなくなり、太平洋戦争後には川口部が 全くの浅瀬となってしまった。かつては、初春の伊佐座鳥が、風物詩であった。2004年10月20日には、平成16年台風、第23号で大手川が氾濫し、浸水面積約170ヘクタール、浸水個数2485個の大規模な浸水被害が発生した。宮津高校付近では、水深1メートルほどの浸水が起こり、車が、 ゴミのように水没した。この豪雨の降水量は、宮津市岩戸で298ミリ、宮津市城西屋で385ミリにも達している。このため、激甚災害対策特別緊急事業が行われ、6年に及ぶ長期間の工事の結果、2011年7月30日に山田慶治京都府知事などを招いた竣工式が行われた。事業費は、 約132億円であり、激人災害対策以外の事業も含めると、約160億円に上った。京都府での激人災害法指定は、常用市の古川に次いで2例目である。大手橋宮津市役所の脇には、京都府道606号宮津停車場線の大手橋がかかっており、宮津市本町と宮津市鶴河を隔てている。大手橋から、さらに下流には、 国道178号の新大手橋がかかっている。宮津城の大手門に面するようになったことから、大手川と呼ばれるようになり、かつては東岸の宮津城と西岸の城下町をつないでいた。漢文7年の宮津城、治福江津並目録によると、桁行き十二軒、幅三軒、橋脚は石像、欄干は木造だった。与佐軍史には、 明治初期に撮影された大手橋の写真が掲載されている。1884年6月、目標だった大手橋の東詰めに、与佐郡役所が設置され、奥山郡や舞鶴町方面との交通が活発になると、大手橋を通る北国街道が整備された。1886年、栗田トンネル開通の際に切り出された花崗岩の余り材で、 石橋のメガネ橋に掛け替えられ、丹後の宮津に過ぎたる者は、並地のトンネルメガネ橋と謳われた。掛け替えは、京都府の趣工事業として行われたが、有志が710円の協力金を集めて不足した工事費に充てた。ありがとうございます。